こんにちは。ジャズ仕込みの一線を画したベースラインと天才常田大輝の要求に応え、楽器のスペシャリストとも言わしめる文字通りキングヌーのベースを務める荒井和樹さん。今回は荒井和樹さんの人生に注目してみましょう。荒井和樹さんは1992年10月29日に東京都福生市に生まれます。家族構成は建設業に従事しており、自身も楽器を弾くことができる布袋寅泰さんファンの父親と、母親と和樹さんと豆と空という2匹の猫。荒井さんは家族等のプライベートな話題は公にされていませんが、ティーネイジャーフォーエバーの PV にて母親に車をプレゼントしていることから、とても家族仲の良い家庭で生まれ育ったことが伺えます。幼い頃から活発な少年だった荒井さんは、小学6年生の時に田臥勇太選手が NBA に行ったことや、漫画スラムダンクにハマったことをきっかけにバスケットボールに強い興味を持っており、小学校の卒業文集では将来は NBA の選手になりたいと綴っています。中学に入るとバスケットボール部に入部しますが、コーチがとても厳しく3ヶ月で退部。半年間帰宅部生活を送り、その後規制の厳しくない陸上部に入部します。そんな荒井さんが音楽の道に進んだのは中学2年生の時。陸上部をサボってコインゲームをしに行く途中、友人にバンドをやろうぜと誘われます。当時ユイさんのグッバイデイズが流行っており、荒井さん以外の友人はアコースティックギターからエレキギターに持ち替えたタイミングで、さすがに家でドラムを叩くわけにはいかず消去法でベースとなり、そのまま荒井さんがベーシストとなります。当時から頭の良かった荒井さんは担任の先生から生徒会長やってみたらと声をかけられており、そのことを父親に話すと、好きなもの一つ買ってやるからやればと言われ、生徒会長に就任し、立川の楽器屋さんでアンプもついて2万円のセットを買ってもらっています。高校に進学すると入学祝いと全財産をはたいて、ラッドの武田さんが使用していたモデルであり5弦のネイザンイーストモデルを購入し、それをもって軽音楽部に所属してアジアンカンフージェネレーションやラッドウィンプスのコピーバンドを結成し腕を磨きます。そんな時に先輩に誘われていったジャズ喫茶にてジャズに出会い、その魅力に取りつかれてライブハウスにも出入りするようになります。そして16歳の時にベースマガジンで読んで知った日野賢治さんのライブにて衝撃を受け追っかけになります。ただ当時は高校生でお金がなく、毎回日野さんのライブが見に行けないことを日野さん本人に相談したところ、弟子になったらいつでも見られるよと言われ、その日に弟子入り。そこから日野さんの元で修行を積み、音楽家としての実力をつけていきます。二人の関係はとてもオープンなもので、荒井さんの初恋や振られた話なども日野さんに話しており、日野さんは荒井さんを音楽に関してもとても勤勉で人間的にもピュアなミュージシャンと評しています。荒井さんがライブの際に楽しそうに演奏されるのは日野さんの影響が大きいのかもしれません。高校卒業後には東京経済大学に進学、その他にも明治大学にも合格していましたが、経済的な負担を加味して特待生として合格していた東京経済大学に進学します。大学時代には友人を通じて国立音楽大学の授業を受けながら、国立音楽大学公認ジャズバンドニュータイドジャズオーケストラに参加して、山野ビッグバンドジャズコンテストで最優秀賞を受賞しています。そのため自身の大学よりも他大学にいる時間の方が長いという少し変わった大学生活でした。またベースに活かせるようにとウッドベースを始めており、川上治さんの下で住み込みで修行もしています。その他にも後にメンバーとなる関優さんの噂を聞いた荒井さんは、ぜひセッションがしたいと思い立ち、西荻窪のバーにて接触して親交を深めています。その後荒井さんの演奏を見た常田大輝さんに声をかけられて、
サポートメンバーとしてキングヌーの前身バンドであるサーバビンチに参加。後に常田さんは新井さんの演奏について1音目から違った気がすると語っています。その後セッションに飽き、自分のバンドが欲しかった新井さんは常田さんにこのバンドに入りたいんだけどと打診し、サポートメンバーを経てサーバビンチに加入。2017年にはバンド名をキングヌーに改名し、2019年にメジャーデビュー。かつてない音楽スタイル、東京ニューミクスチャースタイルを確立し、若者を中心に絶大な人気を誇るモンスターバンドとして君臨しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またリクエストがあればコメント欄までお願いします。